Pay money to my pain という名前、俺の痛みに金を払えという名前をつけました。ボーカルどうするって話がもちろん当然出るわけじゃん。なんか強しがもうやばいやばいの見つけたみたいな。もう絶対にこいつとバンドをやるって思ったっていうか決めたっていうか、どこまでもいけるんちゃうかなこいつみたいな、後ろがそんな感じがしましたね。このバンドで何か起こせるなっていう確信ははっきりとあった。もう正直無敵だと思ってたね、その時から。まあなんかあいつと歩む人生にかけたかったっていうか、もう見た時に良くない知らせだってやっぱ分かったんだよね。もう俺切った後すぐ君に電話したんですよね。すぐ電話したんですけどやっぱ出なくて、自分の人生って親友が死ぬとか、ペイワニトゥマイペインは今日のコメントを持って活動停止します。もちろんケイ君じゃなきゃ PTB じゃないってのは分かってるし、けど俺らだったらケイ君が分かってくれるっていう、みんな集めれば最後のアルバムのライブをできるんじゃないかって。たくさん音楽ある中で PTP っていうバンドがいるだけの話です。確かにそこにあったんですよ、とんでもない日々が。俺の中に残ってるものは確実にあるよ、うん、まあそれが K から受け取ったものなのかもしれない。